どうも、テラフです。今日もミンゴルやっていきましょう。今日はサバカミンゴルやっていきます。こちらギラギラさん使ってやっちゃおうかなと。で、まあ今日やることってこの霊峰2回、宿王2回、で宿王2回は衝突時の反発が減少というものなんですけど、ですね、サバカはハイパーショットクラブとハイパーショットボール3、こちら持ってるんで、無風低反発が2回使えると。まあ素晴らしい、そういうね、スペックを持ってます。だからこのみんなでゴルフみんなでゴルフの説明始まっちゃった初めてだな、そしたら初めてやります。3回やって3回とも4アンダーを取るっていう、まあそういうことやっていこうかなと。音楽はドバイアーバン、よくないですか。3回やって3回とも4アンダーを取る、できるかな。6人か。今現在は6時、朝の6時ですね。時間が出てますけど、よし、やっていこう。200でやった方がいいかな。無風か、8メーターか。一応、温存しといた方がいいか。これどうなんだ。こう、超パで打った方がいいか。で、ここに、この辺にぶち落としたいと考えるなら、いやまあまあまあ、最初はわかんないからいいや。8メーターの風、1、2、この辺で打っていいかな、大丈夫かな。 OK、どんな感じになるのかな。よし、その辺に落ちる、なるほどね。まあ狙い通りか。うん、うまいこと言った、よかった。で、1、2、2かな。で、場所はそこか。もう早速ですけども、衝突時の反発が減少、無風低反発使っちゃいます。フラットなので、多分ぴったりでいいような気がする。うん。いける?こんな感じか。まあちょっといきなり難しいな。よし。オッケー、よかった、入った、入ってくれた。強めに打ってもいいかな。強めに打っていいっていうのが分かった。傾きが分かんないな。まあ今回はライジングとか狙ってないので5アンダーを取ろうなんていう気はないです。ただまあこの装備だったら4アンダーは簡単に取れるかなっていうところでもう見せていきたいなと。でもそれだけですね、考えてることは。で、灼熱はどんな感じだろう。196同じか。196196で0メーター風0か。普通に打っちゃうか。そしたらうー、あぶんな、怖。どう?うん、よし、初回4アンダー取るぞ。
OK。 ちょっと危なかったちょっと危なかったはい、最終ホールですね。低反発をここでまた使いますと。ここで使います。どの辺がいいかな。ここがいいのかな。ここで行こうか。あ、312。やべやべやべ、パワーがどこがいいか。この辺かな。この辺か。全力でいくか。 OK。くそダメか。全力はダメだったね。わかりました。あー、3回連続4アンダー無理だ。でどのぐらいかな。まあちょっとこのぐらいだと思うんだよね。まあ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 、9.7 とかもあるけど、 OK。 頼むよ。いやー、そっち行っちゃうか、やっぱ。かー、4アンダー無理だったか。はあ、ってことはもう4アンダー1回取るでいいか。あそこ落としたらもうダメだよな。今惜しかった。ホウさんか。ホウさん惜しかったっすね。1位ですね。まあいいや、初回は1位で我慢してあげよう。初回は1位で我慢してあげよう。タイトルがね、タイトル、本若の仇を取るみたいな本若の仇を取る。無風天反発が一発でもあったらな、多分変わったんでしょうけど、一発もないからね、本若は。はい。はい、余裕。はい、1位。よし。これ、最後。2発残しときたいな。最後2発残すのありだな。行こう。サブアカで、ラントナするの初ですね。サブアカラントナ初の
ステージが灼熱のドバイオープンと。また1位取っちゃおう。風が分かんないけど、8メーター吹いてる？こうして、また同じでいいよね、1、2。結構これでうまくいったから、これでいいと思う。いっちゃー！これ結構いいね。安定感抜群。で、ここは無風使わなくていいかな。1,2,3 いるなこれで。無風使わなくていい。下でもってぴったりでいいか。いいよね。あーもうちょい強めか。むず。まあ決まるでしょう。大丈夫でしょう。よし、オッケー。ジャスピンはもらえる。まあ1位だ。こりゃ。で、低反発2発温存した。これはでかいでしょう。フォアアンダー取るぞ。はい。まあ追い越された。しょうがないよね、これは。何も積んでないから。ボーナスポイント。211.0m。下。ここって 0m だったんだな。ぴったりでいいか。OK！ 上出来。2m。少しか。でもこれぐらいでいいよね。入る入る、大丈夫。 OK。 で、問題の場所ですね。2発撃つんだ。2発撃つ。できるだけフラットの場所、平地に撃ちたいんだよな。平坦な場所に撃ちたい。撃ち込みたい。できる限り。1位難しいかな。どうだろう。はい、よし、1位かつ4アンダー取ろう。でこれだね。祝砲1位。祝砲1って322なんだ。祝砲2回は312。まあ、弱めに打ちゃいいかって感じか。弱めに打つか。弱めに打ちましょう。厳しい。もう、まいったな。
これ30もあんのか。これ30いらんだろう。30飛ばしすぎじゃない。ラフで残りの距離からしてか。じゃあ30でいいか。強すぎたか。13.4。はいはい、またやりましたと。まあこれでもこっから決める方法とかもあるし、やれんじゃね、大丈夫じゃね。まあこれが限界か。悔しいな。ファラオ対策もこれ以上できないんだ、持ってないから。ただ1位、あ、2回連続1位だ。ある意味ね。じゃああと保安打1回取って終わるっていう動画になるのかなと思います。保安打1回取って終わると。いや、最後きついな。ラントナ2回目でした。ではラントナ3回目、サブアカ初のラントナ。あー、サブアカ初のラントナとかタイトル入れようか。ドバー風、こうして 1,2 これでいいんだよね。この程度でよしと。これは結構いい、このやり方は。158傾きがあるんで嫌なんですけど。場所は、あー、さっきはどうだったかな。1,2,3行きたいって感じ。とこれでいいんじゃない。で、祝2回 30% アップか。同じか。 30% は変わんないからこのままいきますか。でもってパワーはちょっと強めの方がいい。もうちょい左、もうちょい右だった。この辺か。やりすぎかな、自分しかいねえ。自分しかいねえ。いやー、やりすぎ。ここもうちょい強め。 OK、 フォアンダー取りに行くから。とりあえずジャスピンはもらう。はい、ベスニアももらってた。0m211、そこ。よし、下で、フラットだからぴったりでいいか。
まあ可能性を信じて打つか。オッケー。やばい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 、戻らない戻らない、危ない危ない。あー、これがあるから怖いな。多分これで入るよね。もうちょいある？いや、これでいい、これでいいと思う。で、これで打てば入る。オッケー。ちょっと怖かった。はい。ベストインパクトを取っていく。で、最終ホールと。なんで最初ここ本当にもう許されない。ちょっと待って、こっちで調整する。391か。ダメだね、調整できてないね。これなんだよな。宿に312で、この辺にやっちゃうか。ここで安牌打っちゃうか。下少し雨。オッケー。これなら大丈夫でしょう。さすがにフェアウェイのはず。いける？これなら絶対大丈夫。よし。やっと決まったよ。しかもフラット？奇跡のフラット。ほぼ最高。いやー、これはいける。これは全然いける。カンフラ？カンフラとは呼べないけど、カンフラと呼んでいいかもしれない。ちょっとだけ右に、左にやろう。これでいい。これだけでいい。で、下。決めるときは来た。10.5。マイナス 10.5 で縮方2で、超低反発だから、ぴったりでいい。マジで狙う。オッケー。どう？栄光の駆け足。気持ちいい。これだよ。やったぜ。これが低反発なんだよ。オッケー。大丈夫。やっと4アンダー取れた。まあ、この動画これで終わっていいかな。3回4アンダー取る予定だったんですけど、もういいかなと。素晴らしいね。3回連続1。やっぱり無風低反発最高だぜ。いやー、スカッとした。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。本赤の方はもう灼熱のドバイオープンやるのやめます。ちょっとね、ストレスが半端じゃないんで。はい、まあ次回のサブ赤ミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。